はい、どうもさん、こんにちは、ノアです。今回ですね、スーパーサイジンゴッド孫悟空の、ブースターパックのカードですね。はい、こちらを使って遊んでみたいなと思います。こちらね、イラストがすごい好みのカードっていうのもあるんですが、実用性高いです。アビリティが強者のテリトリーで、アタッカーにすると敵チームのアタッカー全員の記録を超ダウンする1回限りと、はい、テリトリー持ちの悟空ですね。で、この悟空がすごいね、個人的な感覚なんですが、敵からしてそうバレづらい、これ入れてても何の悟空かなみたいな、敵視点だとね何のカードかわからないっていう、パターンがね、なんか戦ってみて多かったなっていう印象。はい、まあ2ラウンド目とかに敵がアプリ選択してたとして、このなんだろう、悟空のアビリティ見破ってたら多分気絶無効とか使ってくると思うんですが、思うんですけど、その使ってこないで、VR ベジット召喚したいっていうのもあったんで、すごいバレづらいなっていう。はい、この動画でちょっと有名になっちゃうかもしれませんがね、やっぱりその強者のテリトリーっていうのがすごい、強いアビリティで、アタッカーにするとっていうこの条件がまずめっちゃ簡単で、敵アタッカー全員の記録を超ダウンするで、ピンチに、落とし入れることができると。はい、一発殴れば気絶しますね。で、ゴアスとかね、サポーターにしたラウンドの終了時とか、ヘレスだったら、敵の方がエナジーが多いとっていう条件があるんですが、これはほぼほぼね、条件がない。アタッカーにするだけで OK。で、あとは攻撃時なので、敵の、例えばドミグラとか、ヤムチャ、クロノアで気力が回復された後に、この効果が、発動するので、そこでね、気絶がもうめっちゃ狙いやすい。めっちゃ狙いやすくて対策が、しづらい。はい、極炎のゴッドメテルとか落とされちゃうと、あれなんですが、ワンキルとかだったらね、すごい輝くカードだなと思いました。はい、あとは単純に気力超ダウンされちゃうので、そこがねまたでかいんですよ。次のラウンドね、先行すごい取りづらくなるっていう意味でもめっちゃでかい。はい、ホイとかと合わせるとまたね、面白いんじゃないかなと思います。はい、で、今回この悟空をね、で生かした、デッキなんですが、パッと見から、ご察しの通りワンキル寄りのデッキですね。はい、まず UM2 段 UR、ベジータ、はい、こちらで戦闘力をね、ガンガン稼いで、先行をね、取りやすくすると。やっぱり強者のテリトリーって言ったら、先行取って気絶させるっていうのが、醍醐味だと思うのでベジータっすね。はい、あとはここのキャラクターのね、関連性とかも一応考えて、はい、ベジータを入れてます。あとは、1ラウンド目の戦闘力をね、5000に制限してチャージインパクトを速くするトランクス未来と。はい、これも未だに優秀でね、唯一の希望で1ラウンド目の敵のチャージインパクトスピードもね、1段階速くしつつの戦闘力5000以上アップしなくなるので、これで先行を取りながら、敵のそのエナジーためも、妨害できますね。はい、で、マイ、こちらが UM2 段かな、UR のマイで、これまた優秀ですね。はい、マイの攪乱作戦と敵チーム全員のチャージインパクトスピードを超速くする、1バトル2回まで発動可能で、こちらが、敵チーム全員のチャージインパクトスピードを3段階、速くできまして、この一度にね、敵全体の CI をCI を3段階も、速くできるっていうカードが、あまりない。有名な例で言うとマジントアとかなんですが、マイがね、その中の1枚となってますね。はい、あとはあれか、ベジータ王ゼノもそうですね。で、その3段階速くして、そのさらに1段階速くなってるので、敵の全体のチャージがこれで4段階、アップしてますね。やっぱりトランクス未来ともねあって、やっぱりそのマイとの、コンビネーションがめっちゃ抜群で、1バトル2回までなんで、その、2回までしか発動できないんですが、こういう短期決戦向けのね、デッキだったら全然ありだなと思います。値段的にもすごい安いので、マイはね個人的にはめっちゃ評価してるカードです。あとはクロノア、クロノアに関してはやっぱ気力回復は絶対欲しいなっていうのと、1枚入れるだけでね、パーティーの耐久面がめっちゃ強化されるので、ドミグラとかヤムチャじゃなくてクロノアにしてます。はい、今回ねその防御系のカード全然、入れてなかったんで、やっぱりクロノア1枚入れると、そうですね、ガードも高いし、ほぼ毎回受けるダメージが 25%、ダウンするので、このね 25% っていうのがやっぱりものすごくでかい。長期決戦になればなるほど、強いですね、クロノアは。で、あとはダブルアタックも持ってて、自分とパートナーのね、受けるダメージが、永続で、半減して、その永続半減からのさらに 25% ダウンなんで、そのね、パートナーと自分はカチカチになるという。
で、ベジットゼノのスーパーサイジン3、はい、こちらがアタッカーにすると自分の戦闘力が3倍の、チームヒーローエナジープラス2と、こちらはやっぱ、発動条件がゴッドとね、同じなので、そこでやっぱり組み込みやすい。あとは、ワンキル寄りなんで、これを1ラウンド目にアタッカーにしちゃえばエナジー、3つね1人で稼いでくれますので、そこで1ラウンド目のね、エナジー補給要因でベジットゼノと、はい、だいたいエナジーが1ラウンド総出しして7個は貯まるかな、はい、一応海洋神がバーサーカーなんですが、その状態でまあ7個は貯まるので、ほとんどが技打てますね、はい、エナジープラス2とか使えば全員打てると思います。でアバターなんですけど、基本的にはどの種族でもいけるかな。フリーアバーでもいいし、サイヤ女だったらもう相性抜群だし、魔人でもエナジーが、1ラウンド目で貯められるんだったら全然 OK だし、とりあえず今回ね、このゴッド悟空のカードをね使って遊びたいっていうだけの動画なんですが、やっぱりヒーローズってね、カード性能もものすごい大事なんですが、イラスト面、こちらでね、遊ぶっていうのもものすごく大事なので、好きなイラストのカードだったりね、好きなキャラクターを組み込ませて、やっぱり遊んでみるっていうのが、一番のね、まあ元々のヒーローズの楽しみだと思いますので、早速ね、この悟空を使ったバトスタの動画、ぜひご覧ください。熱いバトルを開発を開催して、バトルアプリのチームボーナス効果で、バトルアプリのチームボーナス効果で、ラウンド1、まずは攻撃までといったところでしょうか。アタックエリアではバトルアプリ発動チャンス、バトルアプリ効果発動。送信するスタンプを選ぼう。サナちゃん、とっても美味しそうね。送信するスタンプを選ぼう。戦闘力を上回った。敵のエネルギー発動です。